この4区になってからのこのスカイラインの速さっていうのはね、この西日本が第一線なんですけどね、はい、かなり煮詰まってきてますね。そうですね。さあ46周目の3番手までのラップをご覧いただきましたが、予選3番手のカーナンバー2番、土屋選手が、ね、3番手につけてくれました。土屋選手ってドリキンという異名を持ちます。そうですね、もう振る舞いになればすぐカウンター当てたくなるようなドライバーなんですけどね、はい、土屋選手にこのレース前に津田さんのお話聞いたんですけれども、はい、本当に心からこの GTR が欲しいとそうですよね。言ってましたけど、ね、土屋には合わないじゃないですか、スカイラインっていうのは。そうですか。カウンターが当てにくいですからね、これ4区ですから。後ろだけが回る車ってのがいいですね。はい、やはり FR の方がいいんじゃないですかね、土屋には。そうですか。さあ今度は、ピットでの様子をご覧いただきます。これはカーナンバー13番マルティーニ、47周目にピットに入ってまいりました。ここでクロスノフ選手にドライバーチェンジ、そしてタイヤ交換と給油も行います。このピット作業というのは、こういう耐久レースにおいては大きな重要なポイントですね。そうですね、やはりガス給油するときは作業できないですからね、ガス給油終わり次第にこういうふうにタイヤ交換とかね、いろんなことを作業できますので、これやはり火災ということが一番大事になります。そうですね、火災が起こらないように、やはり機械を使いますと、そのちょっとでもした火花が飛んで、そのガソリンに引火しちゃうっていうのは。そうですね、特にね、ターボ車が多いもんですからね、はい、ターボにちょっとガソリンがあるとすぐ燃え上がりますからね。あ、なるほど。さあカーナンバー15番佐藤から服部にドライバーをチェンジします。まあ、こういうところで、ドライバー同士が会話をするのをよく見かけますが、はい、どういうことを話しているんですか。やはりね、その今の現時点でのね、路面状況、はい、どんなとこがどういうふうになってるとかね、車がどこへ止まってるとか、はい、そういうものとか、それから車のな、自分の車の調子ですね、今ギアがどうだとか、クラッチがどうだとか、はい、エンジンがどうだとか、いうことを細かくこうし受け伝えて、そのドライバーがそれを守って走るということですね。ドライバーかドライバーへの情報交換というか。そうです。その前のドライバーというのは、それだけ多くの情報を走りながら、レースをしながら見てるんですね。そうですね、もう完全に分かりますからね。さあカーナンバー12番のトップを走ります、ね、星野選手のスカイラインが、はい、ペナルティピットストップ10秒を命じられます。そうですね、イエローフラッグ区間での追い越しが上がってきてね、まあ、これは星野はね、何が起きたか分かんないですね。これ金尾監督がこれ星野選手止めます、星野選手は再三この出ようとするんですが何が起きてるか本人は分かってないんですよね。はい、そして10秒止まった後に、まあ、所定のこのピット作業をするわけですね、はい、だからこのタイミングとしてはすごく良かったんですね、これ。そうですね、やはり、この事故現場が起きたのがやはり43周ですかね、はい、それから審査委員会にかかって審査委員会が決定するまでの時間がありますからね、どうしてもそのこういうちょうどうまくいいタイミングで出たということですね。ピットストップのタイミングがちょうどピットインのタイミングと重なっちゃったということですね。まあ、これは本当に不幸中の幸いと言いましょうか。だから星野としても2ラップぐらい少ないんですね、自分のこう思った周回数とかね、まあ、これだったらほとんどあまりにも影響はないですね。そうですね、とにかく序盤から2台のスカイライン GTR が飛ばしまして、かなりその2位以下とのセーフティーマージンというのがありましたから、はい、ここで当然カーナンバー1番の長谷のスカイラインに先行を許しますが、それ以外に大きなダメージはなかったんですね。そうですね、やはりこのスカイライン2台がね、ちぎりで走ってましたからね。そうですね、さあこちら35番ラッツェンバーガー選手のBMW M3、 ディビジョンが3つに分かれてこのレースを行われるわけなんですが、はい、この M3 が3台でディビジョン2はディビジョン1に吸収された格好になりまして、そうですね、まあ、ちょっと台数が少ないっていうことでね、2つのディビジョンに分かれてのレースという混走という形になりました。さあカーナンバー1番の長谷のスカイラインがピットインです。ここで長谷からオロフソンに変わります。この時点でまだカーナンバー1番のこのスカイラインがまだ1位ということですね。そうですね、こういう耐久でもね、10秒のペナルティーが結構きついんですよね。そうですね、カーナンバー1番のリーボックスカイラインのピット作業です。やはりここでも
情報交換がドライバーなどで行われています。やはり迅速な作業をしながらピットスタッフが落ち着いてますね。そうですね、あそこでね慌てるとミスが起きるんですね。さあこれはカーナンバー100番のシビックです。かなり満身創痍の状況でピットに入ってきました。ガムテープスペシャルとかですね、やっぱりこの第1戦よりもどうしてもポイント稼ぎたい、距離が完走したい、ということですね、もうありったけのガムテープを使って止めているというまさしくガムテープスペシャル。まあ、これは本当にチェッカーへの執念ですね。そうですね。もうカッコなんかいくらなんていうのがあるんですよね、やはり。うん、カッコよりね、やっぱりチェッカーを受けたいってことですね。やはりここは笑みのこぼれるヒットスタッフですが、こうして気持ちを引き締めるわけですね。ですからそのサーキットコースの上ではドライバーがバトルをし、そしてピットの中ではピットスタッフがやはり戦いを続けているわけですね。本当ちょっとしたことによってね、変わりますからね、車っていうのは。ね、さあペナルティで先行を許しましたカーナンバー12番のスカイラインですが、カーナンバー1番のリボックスカイラインのすぐ背後に迫ってきました。そしてここで12番鈴木敏夫のカルソニックスカイラインが前に出ます。ここで再びカーナンバー12番スカイラインがトップに躍り出ました。63周目です。やはり同じスカイライン同士ということがあって、この2台というのはかなりこうやはり意識して走ってるんでしょうかね。そうですね、やはりドライバーとしたらね、そのどういうことがあろうと自分が一番速いんだと思って走ってますからね。そうですね、こういうふうなスカイライン同士での、ね、戦い、その中でやはりタイヤメーカー同士の戦いね、そういうことがありますので、どうしてもスカイライン、スカイラインって言っても、そのほとんど関係ないですね、もう。もうそうですね、もうシェラの中でもそうですね、シェラの中で俺が一番速いんだ、スカイラインの中で俺が一番速いんだっていうことをやってますからね、これがシェラザのトップですね。カナンバー13番、3番手につけています。現在ドライバーはクロスノフ、まあ、今年はスカイラインの強さにこのシェラの強さが霞んでしまった感があります。そうですね、直線の立ち上がりを見ておりましたら、このスカイラインがスーッとこうなんかこの気持ちいい小気味いいまでに気持ちよくですね、スカイラインがシェラを追い越していくシーンが何度も見られました。ね、コーナリングのねクリッピングついた途端からもう4区になってますからね、そこからの加速力っていうとね、ただね FR よりはやはり、その4区の方が、ほんま何秒でも速ければストレートがその分だけ速いってことですからね。さあ最終コーナーを立ち上がってチェッカーを受けます。ターンナンバー12番のカルソニックスカイラインが優勝を決めました。大喜びのこの星野選手の表情です。スカイラインに思い出が深いだけ、深いだけに喜びも大きいんですね。そうですね。さあそして、2番手カーナンバー1番のリーボックスカイラインは煙を吐きながら最後のラップを重ねます。ミッションが壊れたって言ってましたね、こちらもまたチェッカーへの執念です、チェッカーを受けてカーナンバー1番のリーボックスカイラインが2位、ここでストップです。スカイライン GTR との2台のスカイラインが1位2位を独占した格好になりました。グループ A の第1戦でありました。表彰台の一番高いところで大喜びのこの星野選手と鈴木敏夫選手です。そしてこれが2番手のカルソニック、リーボックスカイラインで、さあそれではヒーローインタビューをご覧いただきましょう。まさに圧勝独走でしたね。
そうですね、あの四駆のね威力を発揮して、あの低中速でもねすごいポテンシャルがあるんでね、そういう意味ではラップ遅れがあってもね、あのアクセルワークで、あの四駆の素晴らしさをね、あの味わいましたよね。かつてツーリングカーレースの王者として君臨した GTR の復活ということで、もうみんなの注目を集めてたんですけれども、本当にその強さを見せつけたという感じでした。そうですね、2は重かったんですけどね、スカイラインは速いっていうのが当たり前っていうような感じですからね、そういう意味では、まあ、僕もね、免許証取ってスカイラインに憧れてね、速いっていう、もうカタログ見る前にスカイライン買うわけでしょ。だから今そのこれから免許証取る人もね、スカイラインってことがね速いっていうことね、イメージを植え付けてね、まあそれが任務が果たせたんでね、ほっとしてます。そして鈴木選手、もう星野さんとのコンビネーションも抜群で素晴らしい走りでした。はい、ありがとうございます。もう星野さんが貯金たくさん作ってくれましたんで、本当に気楽に走れました。どうもおめでとうございました。星野一樹選手と鈴木敏夫選手でした。私はこの日本サーキットのコースで、はい、これだけにこやかな星野選手の顔を見たのは初めてですけど。そうですね、やはり自分が思ったねスカイラインで勝てたっていうことでね、はい、一番嬉しいんじゃないですか。そうですよね、はい。まずはグループ A の第1戦の模様をご覧いただきました。お知らせについて F3 をご覧いただきましょう。日産スカイライン完全制覇、90全日本ツーリングカー選手権6戦全勝、並みいる強豪を抑え頂点に立ったスカイライン GTR、 その鮮烈なパワーとそれを支える数々の先進技術、レースで培われ揺るぎない信頼性を得たこれらのメカニズムを搭載する私たちのスカイラインは、安全で快適な質の高いドライブシーンを実現します。西日本サーキットが生まれ変わります。数々のドラマを生んだサーキットコースが装いも新たに3月上旬オープン。地方選手権を皮切りにグループ A、全日本ロードレース、F3000、F3 と新コースでの熱いバトルにご期待ください。ホンダアスカート FBT